はい、じゃあ皆さん集まってますか、大丈夫ですかね。はい、はい、はい、じゃあね、まあ時間めちゃくちゃあるんでね、じゃあこれからどんなことをしていくかちょっと話していきますかね。じゃあ話したい方いたらね、起き上がってください。せーのおやすごい自己主張のかけらもない感じの集まりですね、素晴らしい。じゃあ話したくない人立ち上がりますか。せーのじゃあ双葉とで作っていきたいもの、トラップタワー、自分の拠点、空中に気球、みんなで競い合いたい、畑、映画、映画、映画を作るんですか。映画館、映画、あ、いや、なんかありません、海外の人で映画見たいのを作ってるの。おお、じゃあムービーを作る。なるほど、そうです、そうです。はい、遊園地、巨大なドラゴンの像、シェアハウス、水族館、音符ブロックを使った街、でっかいプリンのモニュメントってな感じでやっていきます。よし、じゃあね、拠点を探していこうかなと思うので、ちょっといい感じの拠点の場所あったらちょっと教えてください。でててててて、誰が一番最初に草原を見つけられるか。イエーイ、イエーイ、あったおー、いいですね。あ、みんな集まってきました。はい、はい、いい場所がありましたね。これ誰が私でしたっけ、見つけたの。そうです。でてててて、て双葉にわかを探せということで、今回はね、皆さんに私の仮拠点を作ってもらいます。あが、一人一つの素材で12種類の素材を担当してもらって、それぞれに作ってもらいます。どの素材でもいいです。できなかったらにわか認定なんで、まあ、簡単なので言うとドアとか、あとベッドとか。じゃあちょっとここら辺に一列で並んでもらっていいですか。最初は嫌だな、木材だからな。ここにチェストを置いて、そこに材料を入れとくんで、あの早物貸しで取ってもらいます。まあ、逆に言うと一列なんですけど、チェストから近い一列の方が有利ですね。はい、ということでね、準備をしました。ここに11種類のね、素材を置いてあります。この中からね、皆さん一斉に取りに来てもらって、好きな素材をね、取ってってください。それが担当する素材です。ちなみに自信ある方、ジャンプしてください。少ない。じゃあ行きますよ、醜い争い、争奪戦。行きますよ、用意ドンって言ったら取りに行く的な感じで。行きます、用意ドン。ちょ待って、今フライングがありましたよね、今。2回で退場です。殴られた。赤が赤に切れた。同じ赤なんで潰しとかないと。よーい、ドン。よし、オッケー、やった。マイリーさん、場所違う。いらない、これいらない。ということでね、順番決まりました。1番手、天栗さん、木材、はい、2番手、サバさん、窓ガラス、3番手、ハルユさん、ベッ、そして4番手、はい、マグテンさん、チェスト、はい、5番手、緑さん、青野さんの緑で大丈夫です。作業台、5番手、タヌさん、かまど、7番手、ルザクくん、ドア、8番手、ワイディさん、カナツバン、9番手、ハムさん、階段、10番手、タロリンさん、松明、11番手、赤ずきんさん、看板。ということでね、皆さん、準備 OK ですね。はい。順番に作っていただきます。果たして、ちゃんとしたキャリ拠点が、ちゃんとした仮拠点ができるのかどうか、じゃあ、天栗さんから、お願いします。はい、ここが一番ね、大事ですからね。結構ね、何マス開けるとかがね、難しいからね。ちなみに降りて確認なしにしましょう。あ、でも大丈夫です、大丈夫です。この範囲から出た時点でもう完成です。いや、もう実は結構もう本当にマジカルクラフトの頃から見てたんで、これで間違ったらもう脱退してもいいぐらいの気持ちでやってます。あんまり言わない方がいいかもしれないな。大丈夫かな、これどうだったっけ。いや、外出てみたら多分一発でわかるんだよな。じゃあこれはね、枠組みなんで外 OK にしましょう。はい、どうぞ。あ、でこ狭い。はい、そしたら最後にね、バトンタッチということで殴っちゃってください。はい、これで大丈夫かな。サバさん、お願いします。痛い。めっちゃ食らった今。窓はそうっすよね、窓はもうね、超イージーモード、ね、もう超イージーですよ ね、 ね、こんな間違えようがないっていうか、うん、これでいいだろう。え、うん、美しい。親の顔より見た仮拠点。あ、なんか違う気が。なんか、はよ出ろって突っ込んで。
あ、もういいんじゃないですかね。あ、もういいや、いいや、いいや、はい。超イージーモードですね。間違い、お？外側は作っても内装にアレンジをしてしまうんですよ。なるほど、自分内に加えちゃうとアレンジを。さあ、これがどの向きでどこに置くのか。大丈夫？ここにします。はい、オッケーです。よし、ハルユさんに殴られる。いけ。ありがとうございます。さあ、これめっちゃ大事ですよ。ど、ね、悩んでます。ちょっとどこが一番あり得ると思います？はい、あのね、ちょっと6択なんですよ。6、あー、まあまあそうですね、6択ですね。オーディエンスとか使えないですよね。オーディエンスいきます。いや、待ってください。 50-50 めっちゃ減る。50-50にしたら、あの左側だと思うんですよ、この。なるほど、なるほど。 50-50 左側、このどれかの3つだと思うんですよ。 33% ですね。ここだった気がする。はい、真ん中で多分ファイナルアンサー。あー、そう、いや、だってこの間やってましたもんね、タイムアタック。あー、そうですね、ツイッターでやってましたね。そうそうそう、その記憶を頼りに。オッケーです。じゃあ次する、次行きましょう。はい、えいや。うわーし。どう、頑張れ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 。間違えろ間違えろ、いけるぞいけるぞ。ひとりさん間違えたら私も間違えるから。あ、ちょっと道連れに。こっちかこっちなんですよね。でも足元に作業台を置かなそうですもんね、ふたばさん。おうほうほうほう、そうかな、そうかな。ここでいきます。なるほどなるほど、はい、ファイナルアンサー。怖い。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサーお願いします。いや、これ作業台違うだろうってなったら直してもらっていいんで。え？あれ？こっちじゃなかったでしたっけ？あれ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 ？え、なんか全部並んでた気がするんですけど。おっと？あれ？あれ？これは？かまどは？かまどは？かまあってそうだなって思った記憶あるんで、ここです。はい、OK です。はい、あ、ごめんなさい。ああ、ごめんなさい。肩いじめてるみたいになっちゃった。ドアですね。ドア、何択だろう。ドア、まあ2択ありますね、よく考えたらね。めっちゃ応援、めっちゃ応援してる。それで OK ですか？オッケー。はい、じゃあ次行きましょう。あ、ごめんなさい。もうワイリーさん択ないですよ、多分。そう、二択すらないですよね、多分。一択なのか。置けるところは、置けるところはありますね。ここで。あ、はい。お願いします。はい。お願いします。まあハムさんもほぼほぼね、ないようなもん。まあほぼほぼ。おお。あ、なるほど。あ、そっち方面に。あ、かもしれない。見覚えあるな、なんか。ああ。なるほどね。OK ですか。はい、じゃあ次松明いきましょう。松明難しい。松明は難しい、はい、これ正解ないですね、松明。正直毎回変わります。よくあるやつでいきましょう。じゃあとりあえずこの家の中に湧く場所が残っているっていうことは、この家の中には必要でしょう。でもこんなに光源いらないよな。っていうことは、あえての目印ということ。おー、なるほどね。マンモス置き。あ、もうラストですね、次、はい、最後に名前をつけましょう。はい、いい名前をお願いします。何書くんだろうな。あれ、高窓期待。どんな名前をつける。みつ。長い、めっちゃ長い。何書いてんだ。立ったまま寝てるんじゃないだろうか。ああね、もう1時間半ぐらい経ってるから。え、もしかして自分の世界に入っちゃってる。あれ、書けるんだ。怖い。ちょっと待って、凡人には分からないやつだ。ちょっと説明してもらっていいですか。これ何ですか、これ。あの、最初ふたばとって大きく書きたかったんですけど、ちょっと僕にはその技術はないなっていうところで顔にしました。ふたばとってね、でっかくね書きたかったんだけど、その技術がないから、ふたばとをちっちゃく書くでもなく顔にしましたと。はい。ある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 、かわいいか、あ、あるある。ということで完成でいいですか、これで。あの、じゃあ違うだろうって思う方、こっち来てもらっていいですか。さん、わかるんですか。場所わかる方、ここの上乗ってください。マクデンさんだけ。私多分ここじゃないかなってのが。オッケーです。他はもうみんなにわかでいいですか。完璧ですよ、これ。じゃあ、はい、じゃあいいですか。じゃあマクデンさん以外みんなミュートにしてもらっていいですか。聞こえないようにしてください。何がどう違います。これ作業台、このかまどの置いてあるところに作業台があって、ここにかまどじゃないかなって思って。素晴らしい。そうですよね。そうですね。よし、じゃあマグデンさん、ちょっとここ乗ってください。わーい。じゃあお願いします。はい、
これクラフティングテーブルがここじゃなかったと思うんですよね。なるほど。それで先ほど意味があるっていうのもおっしゃってたので、多分これ真ん中をチェストにすることによって左右へのアクセスするときに5クリックを減らすっていう意味もあると考えてこれをここで作業台をこっち、それだけ。はい、OK です。じゃあこっち来てもらっていいですか。ええ入ってもらっていいですか。え、ちょっと待って、え、かまどの位置は変わんないですよね。かまどの位置、え、変わります。あー、はい、いいですか。今ちなみに1勝1敗です。勝つとこうなります。負けるとこうなります。わあ、なるほど。声すら聞こえない感じになっちゃってさあ、いや、これじゃ違うと思うんだよな。作業台が違って、そしてかまども違う。かまど、これはこっちで、おえー、いや足元があったかい方がおお、すごい。え、ちなみに作業台の理由もわかります。頭に近い。そう、寝ながらできるっていう。じゃあだと思います。正解です。やったみんな、私も違うなって思ってたんで、口頭で言ってもらっていいですか。作業台とかまどの位置が違うかなと。作業台がかまどの位置で、かまどが横並びになってたような気がするんで。なるほど。チェストの横。お、素晴らしい、正解です。じゃあちょっとこう乗ってもらっていいですか。はい、おい見えるぞ。赤杉さん見えるとどうやって伝えればいいの。はい、ということでね、マグデンさんとハムさんとハルユさんがね、しっかり分かりました。はーい。で、まあほとんど男性ってことですね。つまりほとんどのタヌさん以外はみんな男性が分かんなかったプラス知ったか勢がないと思う。合わせる顔ないです。はい、ということでね、最初の解決点はこんな感じでやっていこうかなと思います。狭い狭い